当番の本日にもかかわらず、こんなにもたくさんの、皆さんの、ね、前で文章をさせていただけると思ってなかったので、本当に心から嬉しく思っております。私たち GSM のベストランファンドではですね、この公園アトリパークに出演させていただくのがもう、3年であることになるんですけれども、その中でも、ね、一番お客さん来ていただいているのかなと思っております。本当にあのライトアップのすごく綺麗で、小さなまた、雰囲気も全然違って、皆さんの声のおかげで、もっと力よりも、いい歌が歌えるかなと思っています。僕たちはですね、東京の虫社会というところで渋谷の曲を作れないのが渋谷という、今日はその2丁のグループを通じて作っていただきたいと思います。今後すごい短い期間ではあります。少し皆さんの僕たちは、今回この東京のアトリパークの総合プロデュースをされているために新先生がですね、新先生と総合プロの運営構成でありまして、この発表で予定を行っております。まず一番のことで提出していただいた曲は、スマーメイクで暗いこと苦しいことがたくさんありますが、今日は3ヶ月間チップスや、そして新曲の夢を叶える本作品という曲をお届けします。普段私たちは様々な勉強を行っていただいたり、いろんなそういったイベントで歌わせていただいたり、中でロザーアーティストさんと一緒に勉強させていただく機会もありまして、いい感じにさせていただくもありまして、最近だとドリームズあのクルーさんのオリンピックを押してくれませんで、その日を必ず来るという曲を、レコードで呼んでいただきまして、そして、コンファーションビデオを書かせていただきました。その関係でですね、ドリームズさんの強さとつながることができますので、ぜひ、次の曲はこの日を必ず来るという曲を皆さんと一緒に、もしご存じの方は一緒に歌っていただきたいと思います。可愛いか、いや。